して四神獣とその繰り手が揃った。時を渡るガーディアンの恩寵か、神獣を操る訓練は順調に進み、魔物に対抗する策の幅は大きな広がりを見せる。ゼルダは神獣の調整や異物の研究のためますます熱心に働くようになったが、その一方で彼女の封印の力は一向に目覚める兆しを見せなかった。お褒めの言葉一つかけてくださらぬとは。いえ、お父様が苛立たれるのも当然です。ですが姫様は。今はやれることをやるしかありません。ミファーとダルケルに明朝立つと伝えておいてください。神獣のところへ行かれるのですね。承知しました。お父様がね、力に目覚めないのは修行が足りないからだって。神獣のところへ行ったらまた叱られてしまうかしら。リンク、神獣の調整はまだ完全とは言えません。クリテとの相性をさらに高め、最大限の力を発揮できるようにしなくては。まだ未知の部分が多いですが、私が必ず。ダルケルさん、お願いがあるの。今度鍛錬に付き合ってほしいんだ。いざって時のためにもっと強くならないとダメだと思って。いいぜ、お安い御用だ。とはいえ、肝心の大麻の剣を持つ騎士様がまだ見つかってねえよな。うん、俺はやっぱリンクのやつが。あなたたちは。こたびこそ消えてもらうでござる。
ろ。凍らせてやるか。
気に入らねえ。私を相手にしたのが運の尽きさ。はい、やってくれるじゃないか。そろそろ本気で行かせてもらうよ。さあ、しまいだ。
にしたのが運の尽きさ。ん？やっ！あ！ままならぬものにござるな。未来などたやすく変わる。みんな引くでござる。リンク、その